今シーズン未だ勝利のない駒澤大学対、これが今季3試合目の国士舘大学のハイライトシーンをご紹介いたします。実況は学生幹事の上田亮太郎です。さあまずは10分、こちら駒澤大学のプレー、ロングスローから宮崎光がさらして荒木がもう一度中へ、そしてもう一度宮崎光、これが先制点となります。49分、相手のミスからチャンスが生まれます。このボールを拾った宮崎光がラストを荒木へ、荒木が1対1、しかしキーパーに止められます。一方1点を追いかける国士舘大学は左サイド宮本から西本、西本のこの精度の高いクロスから最後は梶谷が決めて試合を振り出しに戻します。72分、こちら画面外の荒木俊太のボールに合わせたのが薬師寺、これで再び駒澤大学がリードを奪います。76分、こちら国士舘大学ゴールキーパー田代の、言ってもいいでしょう、おしゃボールです。おしゃボールから左サイド抜け出した荒井、荒井がドリブル切り返して右足のクロス、最後は松岡、バーに当たってもう一度荒井、途中出場の荒井春樹、見事なドリブルでチャンスを作り再び同点に追いつきます。85分、このルーズボール駒澤大学矢崎が左足振り抜いてこぼれたところ年田が押し込み、駒澤大学ここに来て再びリードを奪います。このシーソーゲーム駒澤大学に軍配が上がったかと思いきや、国士舘大学荒井がこの位置からクロス、最後は有田がこのダイビングヘッド、新井のこの日1ゴール1アシストの大活躍で再び同点に追いつきますが、試合はここで終了。両チーム非常に白熱した試合を展開し、お互いに勝ち点1を分け合っています。順位の確認です。国士舘大学は1つ順位を上げ5位に、駒澤大学は10位に位置しています。最後に次節の案内です。8月1日土曜日15時から法政大学対駒澤大学の試合がJNET TV にて配信されます。17時30分からは立正大学対国士舘大学の試合が YouTube にて配信されます。チャンネル登録よろしくお願いします。